この度ハーリップトゥーは5周年を迎えました。アニバーサリーを記念してブランドとして初めてギャラリーを開催しました。準備から完成までを動画にしたのでぜひお楽しみください。今大トラブルが発生していて、ギャラリーのアトリエにこのいつも使ってるテーブル持ってこうとしてたんですけど、本当にリアルにこれがドアを通らない。ドア通らない。やば、ドアを通らないって事件が発生して今測ってたんだよね。はい、ちょっと急いで予備の机も探しつつネジ外せるか確認します。これがあることでだいぶアトリエのルージュ感が出ますね。ごめんなさい。今から会場に行ってきます。まず初めてなので、今日朝からやってたみたいなんですけど、初めてどのくらいまで行ったかな。まだ全然ですね。まだまだだ。これか時計って、これがコンセプトがこのメインの時計があったので、それを作りました。すごい大きいですね。すごい大きいよ、思ったより大きい、大きい、めちゃめちゃいいじゃん。じゃあまた。お疲れ様。お疲れ様です。楽しそう。これだけなんです。飲むの楽しい。私に全然気がついてない。可愛い。これ聞いてるね。よかったね、これ運べて。すごい。治った。出られた。出られたみたい。これが効いてるよ。いいね、なんかモダンに見えるからすごいブランドらしい気がする。かわいいじゃん。もういらないかもね。こっちがあるのなんかさ、ふわふわ系のものに、これすごい色の気分。これなしにベースかな。うん、サイですか。浴衣釣りで一応なんか全部滑り住んでこういう感じにしてるんですけど、かわいい。大丈夫ですか。創作です。かわいい、タコみたい。かわいい。ちょっと手ぐすれてるけど、かわいい。かわいいね。全部やってるので、よかったです。ありがとう。めっちゃカンペンっぽいの。ハウスオブエルメ作った時のスクラップブックとかいっぱいあるので、ちょっとこの辺変えます。あ、なんか可愛い椅子とか持ってくればよかった。うわ、明日私椅子持ってこれるかね、家から。明日はいつもお誘いしない方とかも今回5周年なのでお声掛けさせてもらって、秋元さんとか。しかもね、秋元さんすごい優しいから、 LINE 送った瞬間30秒ぐらいで行くよって来てくれ、言ってくれた。30秒でマジの30秒持ってない、森なしの30秒で来た。不安になってきた。いろいろ足りない気がするから、今気づけることは気づきたい。家から持ってくるけど、椅子持ってきて、明日朝一椅子持ってきます家から。あとなんだろうな。お疲れ様です。時間も深くなってきました。動画を全く撮ってない間、結構な事件が起きてます。事件というかなというか、まあ、いつもあるよくあることなんですけど、今日は明日早いんで早めに帰ろうと思ったんですが、時間になってしまいましたが、もうすぐ明るくなるかなって感じなんですけど、今のところ7割ぐらいかな、完成して7割ぐらいの状態です。明日は私朝、会場で撮影、取材用の撮影したりとか、
で終わった後ディスプレイ確認したりとかして、お昼からは関係者の皆さんをお迎えするので、そこまでに完成するように頑張ります。内装を入れていろいろこれあったらいいなってものがどんどん出てきたので、明日朝一で手配したり、私もちょっと家から椅子持ってこようかなと思ってるので、でも三脚持ってきたいんだけど、大きいタクシーに乗るのかな、三脚って。椅子ハウスオブエルメでも周年に合わせたイベントをやるので、そっちの内装があったりとかね、いろいろまだまだあるので頑張ろう。土日はね、天気がいいみたいになって、お客様をお迎えするのがすごく楽しみです。それじゃあ帰って寝ようかな。また明日も頑張ります。恥ずかしくない。
ター終了してハウスオブエルメの方に行って、明日からの内装の VMD をチェックします。カフェになるんですよね。そう、全部カフェにはなるの、ちょっとあんま想像できないんだけど。確かに完成の姿が、はい、おお、入り口のお花かわいい。わあ、すごい、すごいね、かわいい、すごい、見て、すごくない？すごくない？こういうことだったんですね。そうなんですよ、こうなりました。かわいい椅子、オフィスからね、椅子持ってきたりとかリースで借りたりとか、この椅子の席があったりとか、これめっちゃかわいい。これは今回のカフェのメニューでこのために作ったんですけど、クリップで留めて、今回はですね、通常メニューに加えてこのカヌレ、すごい好きで美味しくておすすめなので、今回ここで提供できるようになりました。かわいい。今回のドリンクのストロー、あ、お洋服もいちゃんそこに飾ってるんです。そう、ちょっとなんか展示あった方がいいかなと思って、ちょっと飾りました。もうちょっとあってもいいかもね。そしたら、はい、ここにもう一個、これ、はい、全部過去のドレス、過去のドレスを集めたやつがあります。一回ちょっと出してみよう。今回このアーカイブするのに会社の倉庫から探したりとか、私の家から引っ張り出したりとかめちゃめちゃありそうですもんね、クローゼット。これもすごく人気のドレスで見つかったんだけど、ベルトがなくてあっちに飾れなかったのこれがちょっと私は今気になってて、派手すぎるのと、つけた先が棚になっちゃってるからあんまり効いてこない。これをもしかしたらこっちにしたらなんか広くは見えるかも、まあ、ありかもしれない、なんかありかもしれない。可愛くなった。ちょっとずらした。確かに。ショーケースある。私がギリギリとかの時はプレスメンバーが全部構成とどの順番で私が やりたいと思ってるかを予測して、うんうん、確かに、どういう順番で紹介するかまで決めといてくれてるんですよ。多分やってくれてると思う。じゃあちょっと確認多分ね。お疲れ様です。衣装決めてくれた、もしかして。お、さすが、見て、おー言ってたの。すごい。ドットの白小島さん、うん、で黒ゆかさん、うん、S、うん、で、あとこのデニムのインディゴ小島さん、黒マヨ、うんうん、お待たせしました。皆さんこんばんは、小島春菜です。ちょっとキュッとさせると、あの M でもベストキュッとすることができるので、とにかくぜひギャラリーの方を楽しんでいただきたいなと思います。本日もありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
で、あと1個何にしようかってやつ、あ、この一番後ろの白、そっちの方が早いからだよね。確かに、めっちゃわかりやすい。こんばんは、突然ですがインスタライブしていきます。本日6月20日ハーリングチューバーブランド設立から5周年経ちました。はイベントの他にも5周年を記念したムック本が発売されたのですが、皆さんもゲットしましたか？こちらとこちら、皆さんどっち予約しましたか？こちらの表紙がバニティポーチで、こちらがトートバッグ、ワンハンドルバッグです。結構内容充実してます。そしてこういうリアルなイベント、オフラインだけではなくてオンラインでのお買い物も楽しんでいただきたいなということで、9月からクラブハーズというリバウンドプログラムがスタートします。もうイベントはね、あと数分でクローズしてしまうんですけど、本当この数日間皆様と本当に新しい大切な思い出ができたなと感じております。今後とも6年目のハーリップトゥーもみんなで一緒に作っていきましょうということで、本当に5周年迎えて皆さんのおかげです。ありがとうございます。ありがとうございました。商談に商談、次はこの後商談。